アイテム番号 SCP-324JP オブジェクトクラス政府特別収容プロトコル SCP-324JP が群生するエリア 324JP から半径およそ 1km をフェンスで囲い、カバーストーリー大規模な土砂崩れオルフ市周辺住民を近づけないようにしてください。フェンス内では警備員5名による巡回を行い、侵入者を発見した場合は拘束し、記憶処理を行ってフェンス外に解放してください。エリア 324JP では B クラス職員10名によって SCP-324JP を1日500本以上除去し、エリア 324JP の拡大を防いでください。説明。SCP-324JP は一般的なひまわりとよく似たキク科キク赤ひまわり属の植物です。SCP-324JP 本体には遺伝子的に異常は見られません。SCP-324JP は、県、市の山中の開けた広さ4ヘクタールの丘に群生しており、群生しているこの領域をエリア 324JP と指定します。現在確認されているだけで、本が確認されています。SCP-324JP は季節に関係なく一年中花を咲かせており気温や天候に関係なく常に極めて良好な生育状態です。種子は作られず、SCP-324JP は何もない地面から突然発芽し約10秒で開花するまで成長します。出現時、花びらは太陽の方を向き、何もしなければその向きは変化しません。SCP-324JP は1日で約500本出現し、徐々にエリア 324JP を広げていきます。エリア内に1ヘクタールあたり16万本以下の密度の箇所がある場合はエリア 324JP の拡大はされず、エリア内の密度が小さい場所で出現します。一度拡大したエリアでは SCP-324JP の出現を防ぐことはできません。SCP-324JP を完全にビニールのドームなどで覆い隠したり地面に鉄板を敷いたりしたとしても SCP-324JP の出現、エリア 324JP の拡大を止めることができず、エリア 324JP の拡大を止める唯一の方法は1日に500本の SCP-324JP を駆除するのみです。SCP-324JP は花の付け根にあたる花柄から切り落とす、または燃やすなどして全体の 80% を損傷させることで駆除することができ、駆除された SCP-324JP は切り落とした花、地面に残った部分も共に即座に褐色に変色、枯死しその異常性を失います。SCP-324JP を切断によって駆除された場合、駆除した人物は様々な年齢、性別の人間の悲鳴の幻聴が駆除した SCP-324JP から聞こえたと主張します。また、駆除したと同時に駆除者の周囲半径10メートル内の SCP-324JP が花びらを駆除者に生体するように動きます。SCP-324JP を一体駆除するごとにこの範囲は10メートルずつ広がります。この生体運動は SCP-324JP が駆除者の範囲内にいる間常に続き、範囲外になった SCP-324JP は生体運動をやめ静止します。このただし体運動の範囲の解除は24時間の時間経過のみです。SCP-324JP を火炎放射器などにより燃やして駆除した場合、SCP-324JP の発する悲鳴は幻聴ではなく実際に音声として録音機器などで観測することができその悲鳴の大きさは最大110デシベルです。悲鳴は切断による駆除と同様に多種多様な性別、年齢の人間の声でその悲鳴は SCP-324JP が炎上している間続きます。SCP-324JP の炎上後即座に周囲の SCP-324JP の茎が伸びて炎上した SCP-324JP の周りを取り囲み、半球のドームを形成してドーム内を無酸素状態にし消化を行います。このドーム形成は炎上後10秒の間に完了し、消化が終了すると SCP-324JP は元の大きさに戻ります。また、
消火終了後エリア 324JP 内のすべての SCP-324JP が着火した人物に対し生体します。この生体運動は72時間にわたり継続され、どれだけ SCP-324JP から離れたとしても正しく生体し続けます。現在この生体は着火した人物がエリア 324JP から、KM 離れても続くことが確認されています。SCP-324JP を駆除した人物に対して与える精神的な悪影響が、SCP-324JP の異常性によるものであるかは現在調査が進められています。精神鑑定の結果、駆除を行った人物の精神状態は殺人を行った時のものとよく似ていることが判明しました。また元殺人犯であった D クラス職員などには精神的な負荷が少ないことも調査により判明しています。SCP-324JP は水分を与えなくても健康状態に影響は現れませんが、SCP-324JP に水を与えると歯を上下に振ったり鼻を左右に揺らしながら、水を与えた人物に様々な年齢や性別の穏やかな笑い声の幻聴を聞かせます。この幻聴は多くの場合聞かせた人物をリラックスさせる効果があることが判明しています。この反応は SCP-324JP を除去し生体されている人物には示されません。ポイ1、観察ログ 324JP、A1、2000年7月13日、SCP-324JP を D クラス職員によって刈り取らせた。刈り取るたび D クラス職員の方を向く SCP-324JP の数が増えていく。複数の D クラス職員と範囲が被る場合はより近い D クラス職員の方を向くようだ。D クラス職員によると切るたびに人間の悲鳴が聞こえるらしい。人が死ぬ時の断末魔にそっくりだとも話していた。2000年7月15日。エリア 324JP の拡大を防止するために、前日エリア 324JP を幅5メートル、厚さ1センチメートルの鉄板で囲ったが、SCP-324JP が鉄板の敷かれている部分を飛び越え発生した。地面への鉄板の配置はエリア 324JP の拡大を促進するだけに過ぎない。本日すべての鉄板は取り除かれた。2000年7月27日、SCP-324JP の駆除に火炎放射器を試験的に採用した。結果、炎上中何百もの幻聴ではない悲鳴が山中に響いた。録音記録にも音声が残っている。燃えていない SCP-324JP たちの茎が突然伸びてドームを作り15秒後に消火された。仲間の緊急時にはかなり俊敏な動きをする割には、何の抵抗もなく駆られるのが不思議でならない。消火後は火炎放射器を使用したエージェントの方をすべての SCP-324JP が見ていた。この事件により近隣住民から、たくさんの悲鳴がした、という通報があったが、幸いここが山間部であったため数人の記憶処理を行うだけで済んだ。今回のことを踏まえ以後火炎放射器の使用は禁止する。2000年7月30日。火炎放射器の事件をよほど根に持っているのか SCP-324JP たちはずっとエージェントの方を見ている。エージェントは常にたくさんの視線を浴びてるみたいだ。と言ってノイローゼ状態だ。この状況が長く続かないことを祈る。2000年8月1日。SCP-324JP が今日の昼になってやっとエージェントの方を見るのをやめた。エージェントは現在カウンセリングのためサイト8181に戻っている。ここからサイト8181までは KM 離れているのに SCP-324JP は正確にサイト8181の方角を見続けていた。2000年8月7日。SCP-324JP の駆除に大型の乗用芝刈り機を採用し、担当研究員の操作で500本の除去を行った。
悲鳴の幻聴は常に担当研究員に聞こえていたらしいが、火炎放射器の時のように実際には聞こえなかった上に、駆除がずっと早く効率的にできるようになった。以後この方法の採用を検討する。2000年8月9日。先日 SCP-324-JP の刈り取りを行った。研究員が自殺した。SCP-324-JP の影響であるかは不明であるが貴重な研究員を失ってしまったことは確かだ。大型の乗用芝刈り機の使用は一時的に保留し、これまで通り D クラス職員による手作業の刈り取り作業を継続する。2000年8月10日。エリア 324JP の一部の区画をビニールシートで覆い内部で200匹の泡立ち草群バイ1を放した。SCP-324JP の外気中に対する反応を確認する。2000年8月17日。泡立ち草群バイを放して1週間目だが SCP-324JP に変化は見られなかった。それどころか泡立ち草群バイの影すら見えない。害虫による SCP-324JP の駆除は失敗だろう。2000年8月18日。今日は SCP-324JP の新たな性質が観測された。B クラスが SCP-324JP に対して支給していたペットボトルの水を与えた際に、子供の笑うような声を出し、喜ぶように左右に揺れたそうだ。子供の笑うような声は水を与えた D クラスにしか聞こえなかったらしい。刈り取り終了後、同じ D クラスがまた水を与えたが反応はなかったようだ。2000年8月31日。今日は SCP-324JP の様子がおかしい。今朝の8時43分になった瞬間すべての SCP-324JP が下を向いたまま動かない。B クラス職員が SCP-324JP を刈り取っても見向きすらしない。念のため、近隣の財団施設に機動部隊の派遣を要請し、SCP-324JP 収容エリア及び最寄りの財団施設は現在厳戒態勢となっている。一体何が起こっているのだ。2000年9月1日。今だ。SCP-324JP たちは下にうつむいたままだ。そしてそれ以外のことはまだ何も起きていない。眠れない日が続きそうだ。2000年9月2日。男の白骨化した死体が発見された。これまでエリア 324JP 内はかなり詳細に調査していたはずだが今日になって発見された。半分以上土に帰りかけていて季節を考えてもすでに結構な時間が経っている。ボロボロの白衣を着ていたが研究者だろうか?すぐにサイト、8181の連中が回収してしまったからよくわからない。男の死体が運び出されるとき SCP-324JP が男の方を見ていたような気がした。今も SCP-324JP 下にうつむいている。2000年9月3日。SCP-324JP たちの反応が通常に戻った。いやもともとおかしかったが、今のところあの白衣の男が原因ではないかと考えられるが遺体の詳細に関する上からの報告はない。何にせよしばらくは厳戒態勢が敷かれたままだろう。2000年9月10日。SCP-324JP の変化はなし。本日をもって厳戒態勢は解除された。故意に、SCP-324JP の発見後の2000年9月2日、エリア 324JP の中心部で男性の白骨化した遺体が発見されました。遺体はボロボロになった白衣を着ており、白衣の胸には日本生類総研のロゴの刺繍がありました。白衣には銃弾による複数の穴と血痕があり、その下のあばら骨が銃弾によって砕かれていました。また遺体は何度か移動させられた跡があり、いくらかの骨などが欠損しています。白衣のポケットには財布が入っており、財布の中はいくらかの現金と写真が入っていました。
写真には SCP-324JP と SCP-324JP に上路で水をやる白衣を着た笑顔の男性が写されており、裏面にはラベルライターで書かれた日付と検体番号と手書きの文字が書かれていました。内容は以下の通りです。2000年4月12日、試験体 A010B21。頼む。この子たちを殺さないでくれ。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。